さて勇者よ、道しるべとなる大樹は地に落ち、勇者の剣は魔王に奪われたと聞く。しかしだ、わしはそなたの父ユグノア王からこんな話を聞いたことがある。ロトゼタシアにそびえる霊山、北のゼーランダ山と南のドゥーランダ山、うん、その山頂に住まう民たちは何やら勇者とゆかりのある者たちらしい、うん、あの話が本当であるとすれば、そなたは彼らに会うべきであろう。魔王を倒す助けを得られるやもしれぬぞ。さあ出発だ。洞窟だ。よし乗るぞ。羽ばたく。よし乗れた。さあ乗ってけ。おっと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 、龍がいる。乗れるね。もう手前竜と戦いたいけど、おい、よし、スノードラゴン一撃で倒してやる。おい、あー死ぬかった。おい、そしてね、よし、山頂へ。ここが勇者ゆかりの地か。ここか。しかし大樹が落ちた場所から近いという間に里は全く無事な様子。一体何があったのか。あ、その顔見覚えがあるぞ。さては貴様、ベルカダール兵だな。なんだ。ベルカダールの者よ。これまで我が里を封鎖しよって、いまいまし我らドゥルダの民の怒りを思い知れ。ドゥルダドゥルル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 。騒がしいと思って来てみれば何事ですか。里の外の方に無礼は許しませんよ。三歩大僧正、違います。怪しいデルカダール兵が来たので取り調べていただけです。デルカダール兵ですって。なるほど、確かに。ですがあちらの若い方は兵士には見えませんね。あっ、あなたから感じるこの力は、もしや勇者様ではありませんか。はい。なんと、一目見ただけでお前の素性を見抜くとは。ああ、どれだけこの時を待ちわびたか。この者たちの無礼な振る舞い、大変申し訳ありませんでした。後ほど里の一番高い場所にある大使の宮殿を訪ねてください。お話ししたいことがあります。大使の宮殿ね。変わった子だね。まだ年若いというのにこちらの心を見透かされるような不思議な威厳を感じる。他にあてもない。とりあえず彼の言う通り、大使の宮殿に行ってみるか。仲間を探す旅の途中、文ちゃんたちは勇者にゆかりある者が住むというドゥルダ教を訪れる。一行はユグノア王国とドゥルダ教の間の歴史を知り、文ちゃんの死になるはずだったニマ大使が命を犠牲にして里を守ったことを教えられる。牢をはじめ歴代のユグノア王子が使用したというドゥルダの大修練場を見学した一行は、文ちゃんのために開かれた宴に参加することに。宴を楽しんだ一行が宮殿を出ると、そこには三歩大僧正たちが集まっていた。申し訳ありません。参道の魔物は我々の手に負えず、修行者を発見することはできませんでした。何か魔物が来たのか。そうですか。何か襲ってきたのか。
ボスか。散歩大掃除を。何か困りごとでも。ああ、お二方。実は半月ほど前に一人の修行者が里を訪れ、ドゥーランダ山頂へ向かったのです。たった一人で。何故そのようなこと。わかりません。ですがその修行者は里の者から大使が亡くなったことを聞くと、何も言わずに山頂へ向かったそうです。山には魔王の影響で凶暴化した魔物が住み着いているため、救出のために僧兵を派遣したのですが、この通り怪我をして戻ってくる始末。それでどうしたものかと思案していました。では我々がその修行者の救出に向かうのはどうだろう。申し出はありがたいのですが、大切な使命があるあなた方に迷惑は。その修行者をこのまま見捨てるわけにはいかない。なあ、いいだろう。里の者には一宿一飯の恩もある。その修行者を助けてやろうではないか。はい、ありがとうございます。ですがご好意に甘えてばかりもいられません。私も一緒に連れて行ってください。うん。では早速ドゥーランダの山頂へ向かいましょう。それではドゥーランダ山頂へ向けて出発します。ここだね。さあ、ドゥーランダ山頂への洞窟です。奥へ進む。おっ、おや、いきなりドラゴンだぞ。これブラックドラゴンか。戦ってみよう。うわっ、来た、ブラックドラゴン。もう倒せる、倒せるぞ。ほら、ゴムだ。デホイン、おお、子供だ。うん、上出来だ。もう怖くない。成敗してくれる。一撃。乗らなきゃいけないんでしょう。まだ上か。もっと高く高く羽ばたけ。よし、リュウちゃんもうすぐだ。山頂の聖域に着きました。もう山頂か。さあ、山頂まで走って、あっ、何かストーリーが、何かムービーが始まりました。なんだ、じいさんがいる。それではじいさんに会いに行ってみましょう。じいさん、じいさん、宝箱があるさ。宝箱の中は何でしょう。なんだ、初代大使の武闘技を見つけた。これは誰が装備できるのかな。あ、これは服装が変わるね。ローか、ロー専用の服ですね。例えばじいさん、なんかローに似てるけど。じいさん。こいつは見るに耐えんな。しっかり座禅を組んで息絶えたところを見るに、この者は覚悟の死を遂げたのでしょう。あ、亡くなってるんですね。しかし、この姿、どこかで見たような。なんかローに似てますね。ん、あ、これは、これは、これは数あるムフフ本の中でも最高と名高いピチピチバニーではないか。グレーフムッツリやったのか。ムフフ本ってやっぱムッツリやったんや。不幸中の幸いとはこのこと。この修行者、哀れな最後ではあったが、きっと幸福に包まれ天に召されたに違いない。ん、は、ん、なんか見覚えが。これはユグノア王家の者が持つ首飾り。
こんな貧相な修行者がなぜこれを。あっ、まさかこの修行者は。おじいちゃん、じいじじゃないか。ロウ様です。痩せこけてしまったロウ様です。そうか、ロウ様は二馬大使のマナ弟子。おそらく大使が亡くなったことを知り、世をはかなんで安らかな死を選んだのだろう。いや、待ってください。まだ息があります。生きてました。なんだと。おそらく老様の御霊は今生と死をさまよっておられると思われます。しかしこのままでは死。いえ、一つだけ老様を救う方法があるかもしれません。あなたが冥府生と死の狭間にある世界へ赴き、老様を救出して戻ってくるのです。冥府に行くだと。だがどうやって。そんなことが可能なのか。実はドゥーランダ山頂にあるこの御堂は古来より冥府と通じる霊源新たかな場所だと伝えられます。私が里に伝わる分霊の儀式を行って肉体から魂を離脱させれば冥府に入ることができるはずです。ですが冥府は生と死が揺らぐ世界。聖者であるあなたが行けば二度と帰ってこられないかもしれません。それでもあなたはロウ様、あなたのおじい様を救うため冥府に行きますか。行きます。さあ、あなたを送ります。すべての魂が帰る場所へ。ドゥーラリホードゥーラリホー。おい、なんだその変な踊りは。本当に大丈夫なのか。ドゥーラリホードゥーラリホー。着いた、冥府です。象がいた場所ですね。追加コンテンツで象が師匠と戦った修行した場所ですね。お、象の師匠ですよ。あらあら、夜べなくさまよう哀れな魂がまた一つこの世の果てに流れ着いたようだね。顔を見てみりゃまだ若い。こんな子が冥府に落ちるなんて、ほんと神も仏もありゃしないよ。ずいぶんほうけた顔してるけど、あんた自分がこれからどんな運命をたどるか分かってるのかい。いいえ。ああ、哀れなもんだよ。あの世に来ただけじゃなく、これから待ち受ける苦しみさえ何一つ知らないんだから。仕方がないね、無知なあんたにこの冥府について少し教えてやろうか。何ですって。なあ、鈍いあんたでもわかるだろう。見ての通り、この世界には何もない。そう、ここは無の世界なんだ。無の世界なんだ。そうです。本来冥府へ誘われた魂は新しい命として再生するために大樹へ向かうんだけどね。魔王によって大樹が失われた今、冥府は完全な無の世界になった、うん、哀れな魂の行き場は永遠に失われたのさ。だからあんたの魂はもうすぐこの虚無の中で消えちまうんだよ。消えるんですって。大樹による生命の循環は断たれ、やがて全ての命は消え去る運命にある。魔王がいる限りこれは変えられない。悔しいだろうけど諦めな。もうどうしようもないんだよ。全ての命の源、
大樹の魂を手に入れた魔王にかなう者がいると思うかい？いるわけないよね。でもさ、そんな魔王に逆らおうとしている奴らがいるらしい。ほんと、どいつもこいつも往生際が悪いったらありゃしないよ。あら、消えたよ。師匠が消えた。師匠が本当に無の世界なのか。うわ、何もない。怖い怖い。おう、何もないよ。もう空はなんとなく明るいな。それではあの冥府に入ってみましょう。ん？じいじじゃないか。足が短い、足が短い。そんな短い足どうやって届くのか。足短いじゃん。こんなに短かったのか。すげえ短いな、ね、ローがこの世を墓なんで死んだとでも思ったかい？とんでもない。逆さ。あいつは諦めてなんかいないよ。魔王をぶちのめすことをね。ロウ、あんたのじいさんは里の奥義を習得するために決死の覚悟で死んだあたいに会いに来たんだ。もうあたいが誰だか分かっただろう。そう、ロウの師匠でありあんたの師匠になるはずだったニマだよ。この人はニマなのか。ニマ、あの魔法陣が見えるかい？おう、ローは体に魔力をまとって舞い踊り、魔法陣に大樹の文様を描いてるんだ。それが奥義習得の修行ってわけ。ここに来てから奴はずっと踊り続けてる。踊ってんのこれ。体が自由に動く年でもないのに、ほんと無茶するよ。踊ってんのか。これ踊りか。見てな、あの魔法陣が完成した時、ローは奥義を得得するよ。ロー、余ったれるな。またお尻を叩かれたいのかい？いやー、うん、踊ってる。魔法陣が完成したようですね。ロウは関西人だな。あの野郎、やりやがったね。たまにはかっこいい姿を見せんじゃないか。短い足。うひゃひゃー、太子様、ついにやりましたぞ。わしの勇姿を見ておられましたか。根性なしのあんたにしちゃ頑張ったじゃないか。しょうがないから褒めてあげるよ。なんと太子様、今わしのことを褒めましたな。わしのこと褒めましたよね。おひょひょい、太子様に褒められるとは何十年ぶりか。その言葉だけでご飯十杯はいけますぞ。はあ、あんた調子に乗りすぎて大事なものを見落としてるんじゃないかい。横を見てみな。お主は、勇者よ、死んでしまうとは何事じゃ。はあ、落ち着きなろう。
早とちりするのはあんたの悪い癖だよ。そいつは生きてる。なんですと？生きていると？そいつはね、お前が死んだと思って現世からあんたを助けにやってきたんだよ。ほう、そうか、そうか。まったく危険なことをしおって、わしならもう大丈夫じゃ。さあ行こう。奥義を得得したわしと勇者のお主がいれば、もう恐れるものはない。現世戻って憎き魔王をぶちのめすのじゃ。おっと、待ちな。どこへ行くんだい？太子様、大変お世話になりました。修行も終わったことですし、我々は元の世界に帰ろうかと。修行はまだ終わってないよ。あんたの修行がね。何？稽古つけてくれんのか？さあ、こっちに来な。今師匠、さっきローが放った技こそドゥルダの奥義、グランドクロス。グランドクロス。あの技は神話の時代、勇者ローシュの仲間の一人ウラノスによって編み出された技だ、うん、そしてあんたに教える技はグランドクロスにも引けを取らない大技、覇王山さ。覇王山。なんてったって覇王山は領主が初代大使天神との修行の中で編み出した空前絶後の秘奥義だからね。なるほど。わしがウラノス様の技を覚え、お主が領主様の技を覚えれば向かうところ敵なしじゃんな。でもね、覇王山は里に受け継がれながら、領主以外には誰も習得することができなかった。その技をわずかな時間で覚えようってんだから、当然修行はとんでもなく厳しいものになる。どんなに辛く厳しい修行が待ち受けていても、それに耐える覚悟があんたにあるかい？はい。いい返事だね。それじゃ早速覇王山の修行を始めるよ。覇王山は使用者が自身の魔力を刃の形にして放つ技。さあ、手を前に出し剣をイメージして魔力を集中させな。片手剣か。あれ？聞いた？まあ、最初はそんなもんだろう。というわけで、あとは実戦で技を磨いていくとしようかね。それでは、まさか大使様と。いや、しかしそれは早すぎませんか。はあ？何言ってるんだい。相手はお前だよ。お、ま、え。なんと、わしが戦うのですか。さっき奥義を覚えたお前ほどぴったりな相手はいないだろう。ユグノア王家の血を引く者同士の戦い、こいつは見物だね。じゃあ準備ができたらあたいにいいな。じいさんと戦うのか。はい、何の準備か知らないですけど、はいはい、できました。心の準備ができました。じゃあちょっと待ってな。修行のためにローに力を貸すからね。なんだって？これローが強くなるのか。パワーがみなぎる。若き日の力を取り戻したようじゃ。今なら大使様にも勝てそうじゃわい。いいカイロ、手加減はいらないよ。
全力のグランドクロスを使っていたぶってやんな。ドーピングしたね。勝手に承知。あんたは牢の猛攻に耐え、隙を見つけながら覇王山を牢にお見舞いするんだ。はい。それを繰り返すうちに覇王山はどんどん威力が増していく。そうやって覇王山を完成させてみな。覇王山を繰り返せば威力が増していくと。なんで何回かやれば完成するって感じかな。では行くぞ。ありったけのお主を見せてみ。はい。さあ勝負だ。さあ来るがよい。反則じいさん勝負だ。お前の力見せてみな。我が王に受けてみろ。いきなりなんだ、いきなりなんだ、すごいね。取れや覇王山16。見切れるかの。あ、分身しやがった。覇王山、あ、倍になった。取れや。あ、倍倍って上がっていくのかな。守りを捨てよ。覇王山、よし、バイバイだ。バイバイゲームだ。ん？精神統一。ドルマ。覇王山。よし。我が王に受けてみよ。ちょっと何に100万ですか。やばい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 。で、ホイン。よし。そりゃ。よし。これ、やばい、生きるかな。で、ホイン。よし。よし、変わった。覇王山。よっしゃ、倒した。倒した。ふぅ。いいね、いいね、よくやった。すごいな、覇王山。わずかな時間で覇王山を習得できるか内心心配していたけどさ、どうやら取り越し苦労だったようだね。覇王山を習得したよ。いいかい、あの光の剣の強さはあんたの心の強さ。あの剣を鍛え上げるんだ。決して折れない強き剣に。光の剣。そうすればあんたはどんな困難にも立ち向かっていけるよ。なるほど。じゃあ牢を起こすとするか。奥義を覚えたわしを倒すとは、まさかお主がここまで成長しているとは思わなんだぞ。辛い修行から逃げずによく頑張ったね。これでもうあんたはあたいの立派な弟子だよ。なんか来た、なんか来た。何これ、猫。見つけたぞ。あ、見つかった、見つかった。モヒカン野郎に見つかった。その声はまさか。ザ・モヒカン魔王ウルノーガ、別名魔王ウルノーガ。滅した世界で這いずり回る虫けらどもよ。ここで、え、ここで滅ぼしてくれよ。またラスボスレベルなのさ。やっぱり魔王め、とうとうこの冥府にまでその触手を。奴の力をちょっと甘く見すぎてたか。うわうわうわ、なんもう教えたいことがまだ残ってるってのに、いまいましい奴だ。でもこうなったら仕方ないね。この場であんたたちに最終奥義を授けるよ。何、連携、二人の連携技。最終奥義、わしが覚えた技グランドクロスこそがドゥルダの奥義ではなかったのですか。何何何何何
それは違う。老子とウラノスが協力して放つ合体技、それこそが初代大使が考案した真の最終奥義だ。人気技かやっぱ。さあ二人とも覚悟はいいかい。遥かなる時を超え、もう一度伝説を繰り返すんだ。じいじ使えないからな。あんたたちが放つ最終奥義、それをあたいのメイドの土産にさせておくれ。死ぬ気ですか。させるか。ミマ大使死ぬ気ですか。伸びるね。あたいの掛け声に合わせて技を放つな。チャンスは一度きりだよ。なすとなって、ありったけの力を込めて空にグランドクロスを打ち上げるんだ。ハメハメハメ、今だ、ハメハメクロス、覇王山を。覇王山、うわ、あんまり回したら歯が削れる。この技こそドゥルダに伝わる真の最終奥義、グランドネビラだ。なんだネビラ。ドリルすな、ドリルすな。うわ、いけません。体が衰弱しています。急いで二人を里まで運びましょう。意識を失った文ちゃんは、ニマ大使が最後の力を振り絞り、魔王の目をくらませる夢を見た。そして夜が明けた。あ、よかった。目が覚めたな。体も大丈夫そうで何よりだ。ロー様は先に目覚められて、一足先に外に出ている。俺たちも行こう。あ、いましたね。おお、遅かったではないか。なんじゃ、人の顔をじろじろ見よって。老様がすっかり元の姿に戻られたので驚いているのですよ。一時は骨と皮だけでしたからね。太った。すごいすごいな、すごい速さで太ったな。あれくらい太子様の修行に比べれば何でもないわい。飯を食べればすぐ元通りよ。そうじゃグレイグ、わしがあっちの世界にいる間、我が孫が世話になったようじゃな。礼を言うぞ。うん、それには及びません。これまでの無礼を考えれば当たり前のことをしたまで。むしろこちらがお詫びする立場です。いいんじゃグレイグ、顔を上げ。そなたも運命に翻弄された哀れな男、お主を責めるつもりはない。しかし老様、我々はこれから一体どうすれば。ドゥルダに来れば何か分かると思ったのですが。そう、それについては心当たりがある。太子様の話によると、先代勇者老子は神の乗り物で空を飛び、邪神と戦ったらしい。空か、空に神の乗り物。すごすは空の上にいるのかな。詳しくは知らんが、先代勇者たちが使用したその乗り物を手に入れれば、天空にいる魔王を打ち果たす方法も見つかるやもしれん。
それにバラバラになった仲間のことじゃ。みな諦めの悪いものばかりじゃから、きっと世界のどこかで生き延びているはず。どうか仲間全員探しに行かなきゃね。よいか、勇者老主の足跡をたどるため仲間を探しながら、もう一度神語りの里聖地ラムダを訪ねるのじゃ。ラムダ、あ、ラムダに行けばセイニアとベロニカがいるかもしれない。さあ、ゆっくりしている時間はない。一刻も早くウルノーガの野望を砕かねば。皆の者、出発するぞ。ローガが戻りました。何、解放されたってゼロになったってこと？はい、ということで次の動画をお楽しみに。チャンネル登録して待っていてください。ほな、さよなら。